ではここからですね、パネルトークという形で登壇者の皆様、壇上に上がっていただいて、今共有いただいた内容の深掘りをしていきたいと思います。順番にですね、原先生から発表した順番の向こうからお座りいただければと思います。ありがとうございました。20分をしております。皆さんの本当に熱い、思いのこもったプレゼンでしたので、ちょっと途中で遮るのもあれかなと思いまして、ちょっとこのパネルはテンポよく進めていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。まず最初に私の方から論点として提示をさせていただいたのが持続可能性というポイントでした。例えば補助金がなくなった後、どのように現地の文脈の中で、ビジネスを実装させていくのかというところが一つの論点ということでお示ししましたが、いくつか先ほどの皆さんのご発表の中にもそのヒントというのは隠れていたのかなとは思っております。ちょっと深掘り、ちょっと私が気になったポイントを一人ずつちょっと聞いてですね、もう少し、皆さんにとっての気づきがあればなと思っております。順番にお伺いしたいと思います。原先生、今まで医師として現場で、現場の課題に向き合って取り組まれて、で、最近はエレコムヘルスケアの代表として、経営者としての、全然見える世界が変わってきたと思うんですよね。当時考えていた事業のを持続させるためのポイントと今感じておられるポイント、何かそのあたり違いであったり、その違いはなくて一緒なのか、その辺の立場の違いによってどういう形で捉えてらっしゃるかなというところをお伺いできる。これ言いたいこと言っていいですか？本音ベースっていうようなコンセプトですので、ちょっと失礼かもしれない、スタートアップは言いたいこと言えるんですよ。でも上場企業って言いたいことを言えないっていうか、いろんな人たちがいるからその文脈に沿わなきゃいけないですね。だからこそ難しいんですよ。でもここのね、富士通さんとかで講演させてもらいましたけど、上場企業でこういうことやるってないんですよ、多分。だからこそトライしてみたいなと思った時に、やっぱり自分の思いと会社の思いと従業員さんと株主と社会とどうやって融合するかっていうのを今常に考えてるんで、さっき言ったことなんですけど、それが一直線になるようにめちゃくちゃ考えてるっていうところですから、ね、ありがとうございます。そこに会はないと思うんですけど、なんかこうすればいい、コミュニケーションをやっぱり取っていくのがいいのか、なんか、いや、まず売り上げじゃないですかね。まず売り上げ上げて、そこからその事業にこれが結びつくんだっていう会社のプラスをまず考える。じゃないと従業員さん雇えないですし、会社存続できないんで、まず売り上げにコミットしながら、そこを徐々に自分のやりたい方に向かわせるっていうところが大事だかなと思います。ありがとうございます。次、安島さんにお伺いしたいんですけれども、先ほどのプレゼンの中で、日本で技術を開発しすぎない、ローカルの文脈にしっかりと寄り添っていくという話であったりとか、現地の経営者としっかりコミュニケーションを取って現地のモデルを取り込んでいくというようなお話、すごく参考になるなと思うんですけど、ケニアならではのモデルがというようなお話があったかと思うんですが、なんかそのあたり実際にケニアで気づかれた、ケニアに行く前は気づいてなかったけど、こんなことはあるんだというような気づきがあれば共有いただければと思います。そうですね、手段として経営者の方とたくさんお話しするとそこにヒントがあるかもしれませんというお話はしたんですけども、結論まだ解はないんですね。ないんですけども、例えばその文化的な背景でよくマイクロファイナンスなんかで使われる手法ではあるんですけども、ちょっとこう相互扶助であったりとかっていう概念っていうのが当たり前にあってですね、例えば農業を耕作する時のトラクターというのを数軒のその農家たちが借りる際に必ず5軒から10軒ぐらいの農家たちが共同で借りていくと。で、借りた時に、ある意味そのネガティブな言い方は連帯責任っていうものを考えると、何か一人が返せなかった場合は他の人たちが返さなきゃいけないというような連帯責任を持つ。そのために定期的に会話をし始めて、どうやったら返せるか、あのファミリーは少しそんなに裕福ではないからもう少しこう分割の回数を増やさなくちゃいけないかもしれないけども、他のファミリーで少し融通が利くところはこういう補助ができるんじゃないかということをその単位でユニットで話していくというような仕組みを聞いたんですね。なのでなんかそれって日本で考えていくと、なんか1対1の関係性の中で貸した借りはその本人が借りる回数っていうのが当たり前なんですが、そういうのって少しずつこう
自分の思考のパラダイムをこう変えていくっていうところがあるので、そういう文化的な背景とかマインドセットとかそういうところを深く理解することで、あのマネタイズであったりとか収益モデルっていうのが日本では発想できないものができるんじゃないかなということを考えています。ありがとうございます。直接的な回ではないですけども、はい、非常に参考になります。はい、ありがとうございます。次、山田さんにお伺いしたいんですけれども、あの先ほどあの付箋貼られたあの世界地図の中で今後もいろいろな国に展開をされると、各国でのなんかビジネスモデル、事業モデルのなんかこう違いであったりとか工夫されていること、なんかそのあたりがちょっとヒントを得られたらなと思うんですけれども、何かございますか、横展開される。率直な意見でいいですよね。あくまで私の個人的な意見でいくと、途上国は全て同じだというのが私の肌感覚でのものです。でもちろん例えばさっき言いました中央アジアのタジキスタンに行けば、そこにいる人たちの肌の色とかこう喋っている言葉も違います。タンザニアともケニアともモザンビークとも全部違います。ただそのなんていうんですかね、あえて言うとお金がない、もしくはいわゆる社会構造が非常に歪んでいる、そのあえて日本人の日本から言うとですね、その面においてはかなりシンプルなんじゃないかなと。というか我々、IT 業界の人間がやることっていうのは物事をシンプルに捉えていくことがまず大事だと思っています。その中での共通項を見つけながらやっている。なので実は私今日偉そうにデジタルヘルスの話しましたけど、私はデジタルヘルスの担当じゃないんですね。私は教育の方の担当なので、そこは偉そうなことを言いますが、デジタルヘルスは実は今この瞬間飛行機に乗ってですね、多分エミレーツに乗って戻ってきているうちの川端さんという、まさにここの東大の OB が取締役をして、彼が本当は今日ここに出た方がいいんですが、どうしてもちょっと、別件で今日ドイツに行ってたので私が来たんですけども、私としては例えばその面でいくと、小さな違いはあれど大きな枠組みは変わらない。じゃあその中での共通項を見つけながらどう、サービスにしていくのか、かつビジネスモデルにするのかってところを考えています。ちょっと僕聞きたいんですけど、山崎さんとしても、はい、なんかめちゃくちゃ失礼なことあえて言うんですけど、どうぞ。あのアップルを絶対世界一かってそうじゃないと思うんですよ。多分あの UX とか多分いいと思うんですけど、でもすごい規模でやってるじゃないですか。いや全然規模大丈夫ないです。いやいやすごいと思うんですよ。十何年もこの業界でやってて、それだけ素晴らしいと思ってるんですけど、あのアプリの技術だけが素晴らしいと思えないんですか。そのニーズを捉える能力なのか、なんでそんなにこの国際協力と民間でめっちゃ難しいのを十何年できたのかを、その会社の良さは何なのか、何がこう良くて続いてるのか、ちょっと教えてください。これは第2部で話せばいいかと思ってたんですけど、これは一つ言います。会社を大きくしないことです。私は戦い方っていうか商売の仕方はあえて自分でゲリラ戦って言ってますけども、大きくすると何が起きるか、やりたくないことをやらなきゃいけない。どうしても笑ってんのめっちゃ食わせないから。で俺一番最初におっしゃってたそういうこと、いろんなステークホルダーの意見を聞かないです。だからなんですかね、そんなこと言ってて、私うちもですね、株主にベンチャーキャピタルとかいるんですけど、やっぱり怒られるの、こんなこと言うと。でも そういうことが一つだと思いますよ。技術力はね、私どこの会社も似たようなもんだと思ってるんだっていう、一つ私の中である戦略は、小さいからこそできることがあるっていうことかと思っています。はい、ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。我々もいろいろなプロジェクトを民間企業さんとご一緒させていただく機会あるんですけれども、大企業さんよりもスタートアップさんの方がもう非常に意思決定も早いですし、何より個人としてのパッションっていうのが我々に伝わりますし、多分それが現地にも伝わってことが動いていくんだろうなっていうのは感じるところが多いので、そのあたりはもちろん大企業さんは大企業さんの役割とか、大企業でしかできないことがあると思うんですけれども、なんかこうブレイクスルーしていくっていう意味では、何かこうスタートアップの方が動きやすさっていうのはあるのかなって、改めて今山崎さんのコメントから一見だけ言うと、はい、私は多分ここにいらっしゃる方とか横にいらっしゃる方とか、それなりに年を取って分かってきたことがあって、個人として何が大事なのかなっていうのはやっぱり年取るとすごく考えた時に、
私は生き方だと思ったんです。で、私仕事大好きだし、スーパーワーカホリックなんですよね。今日も実はカバン持ってきたのは隙間に仕事しようと思ってきたからなんですよ。だから私自身は自分の生き方を会社にして、であえてうちの社員とかにはそれは巻き込んでるけど、それを納得してくれる人たちと一緒にやろうということでやっております。あえて1個聞いていいですか？あのでも規模をたくさん作った方がいいじゃないですか。規模は追わないというか、そっちも大事じゃないですか。それに対してはどう思うんですか？規模はサーバー増やせばいいんで。サーバーを増やすってのはごめんなさい、これが。つまり規模っていうのは使われている数、今アプリなんてのただで誰でもダウンロードするわけですよね。でもそこから実際に使うときに重要なのはサーバーなんですよ。だから実はキャスタリアって会社のコストってもう大きく分けて2つしかなくて、人件費とサーバー、ザッツオールなんですよ。で、人を増やしたからユーザーが増えるかじゃないんですよね。ユーザーが増えたらサーバー増やせばいいんで、スケールする部分っていうのはすごく分かりやすく言うと 人もなんですけども、それ以上にサーバー代をどう稼ぐかってすごく重要なんです。なるほど、そういう原理だったんですね。そうです、分かりました。長野さんにも喋らせてあげましょうね。今日全員皆さん、いやいや、長野さんの、あの次プロファーだと思っていたところなんですけれども、あのやっぱこういうこの領域、やはり民間企業さんだけだとどうしても、もう最初の投資もそうですし、その後の自走っていうところも難しいと。なのでこういうパネルをすると大体出てくるワードというのは官民連携、マルチステークホルダーパートナーシップっていうのは出てくるんですね。まあ、そこのあり方が先ほどの長野さんのお話を伺うと、ちょっとやっぱ今後変わっていくんだろうなっていう期待が持てる内容だったというふうに思ってます。というのも今まではその最初の POC のところ、実証事業をやるところに補助金出します、助成金出しますっていうところのサポートしてて、それ終わったらじゃあどうぞっていう形のスタイルだったと思うんですけど、やっぱそれだとずっと課題は課題のまま残り続けるんだろうなと思っていますので、ちょっともう一度その今後の特に官民の連携というか、なんか共に作っていく競争みたいなところなのかなと思ったんですが、 もう少しあのそこをあの深掘りしてご説明いただいてもよろしいですか。お互いの役割分担だったりと、いつに一緒に行っておりますね。そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、官民、まあ私は今の会社に入って15年ですけども、まあ、明確にこう両方の世界がすごい接近をしてきているなとまずはそもそも思うし、人材交流もすごいこう増えていて、まあ、で私在家の中で一番民間との接点が近いところでこう牽引してますけども、ちょっと民間側からもこうあのよりこうソーシャルパブリックみたいな、まあ、パブリックとか、まあ、SDG あのソーシャルインパクトとかですね、関心がある人たちがでまあまあ、多くマーケットはそもそも近寄ってきているだろうと、まあ、そういう中でこう我々として、何ですかね、今こういわゆるこう日本、まあ、バイとかマルチ の要は ODA とか全部合わせても大体年間35兆円から40兆円ぐらいなんですよね。で、SD 達成のために年間大体400から500兆円ぐらいギャップがあるわけなんで、まあ、そもそもこう我々としては結局自分たちでプレイしてもしょうがないから、カタライズってことさえ多分偉そうで、なんだけども、こう民間 あのプレイヤー の、まあ、お金であり、テクノロジーであり、こうパワーをですね、どのような形で最大化させるかってこと自体が、それ自体が圧倒的に最初のミッションになっているというか、もちろんミッションは開発協力ですけども、今我々がやることの一番大事なキーワードは何かっていうと、そういうふうになったっていうのは結構パラダイムシフトで、それはやっぱ2016年以降の SDG の時代によく変わったことなんだろうというふうにはこう思ってます。先ほど私が申し上げた、まあ、ODA の案件に民間を入れていこうみたいなのはまだまだ初手でしかなくて、それってそうは言ってもちっちゃい数、ね、この箱を生かしてくださいということですけども、まあ、もっと私がやってる DX ラボの中でこう民間さんが優れてる取り組みがあって、我々としてあんまり関係ない領域でもそれが開発協力に紐づく、我々が成し遂げたいことだというふうに考えるのであれば、例えば私もなんかアポなしでいくときってこう話聞きに行って、それと何ができるか考えさせてくださいっていう感じになってますけども、まあなのでもともと何ですか、お金くれて、お金出してあげますという感じだったのが、我々のところで入ってきてかき混ぜてくださいになり、皆さんのやってることに参加させてくださいになってるっていうのが今2023年の地形かなっていう感じがしてますね。ありがとうございます。
我々もいろいろな案件でジャイカさんとはご一緒しますけど、本当にここ数年で大きくお考えが変わられたのかなというのを実感するところなんですが、話されとっちょっとお話、長野さんに聞きたいんですけど、はい、いいですか。すみません、長野さんがすごいオープンマインドなって言ってて、めちゃくちゃいいなと思ったんですけど、なんか僕、データの連携って正直うまくいってないと思ってて、日本のやつでも。なぜなら、会社は儲かる、政府は嬉しい、だけど、住民に落ちてないと僕は思ってて、日本だと。で、結局、例えば PHR だと、例えばオムロンが JWMTIC っていうところでやりましたけど、その PHR って何かって、製薬のマーケティングのために使われるっていうのがあると思うんですよね。それ、日本で全然できてない中で、海外で果たしてできるのかと、できてる例があったら教えてほしいなっていうのが、ちょっと本音なんですけど。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。まさにこうデータの利活用と二次流通だと、それが最終的に本当に人々に価値として落ちるかっていうのは、本当にこうまさに現在進行形でみんなで作ってるところですね。まあ、でこの分野で一番先行してる国があるとすれば、それは、まあ、まずは一義的にエストニアですけど、まあ、あとインドですね。圧倒的にインドで、まあ、それはもうインドは明確にレガシーの仕組み、パブリックサービスとかが一切届かない。で、このまま行ってもしょうがないじゃないかっていう、ある種のめちゃくちゃ分かりやすい諦めがあるから、まあ、日本だとレガシーがね、すごいちゃんとあるんで、デジタルを入れても、すごい、ま、マージンがちっちゃいんですよね。まあ、インドの場合は、まあ、例えば、まあ、インドでアーダールという国民 ID 入れて、で、UPI っていう、ユニファイドペイメントインターフェースってものをこう、まあ、お金でこうフィンテックで入れましたけども、それによって8億人が銀行口座が作れるように、まあ、5年ぐらいでなったんですね。まあ、そもそも住民台帳とかが整備されてないので、アイデンティファイがないし、だから銀行口座も作れないし、だからファイナンシャルアクセスがないっていう人たちが、まあ、5、6年で、5、6年で8億人銀行口座持って結構大きい話じゃないですかね。銀行口座が持てるっていうのは経済活動の極めてボトムラインの話で、で、この成功体験をもとに、ただまあこう ID とペイメントって分かりやすいんですよね。なんだけど、これがこう医療とか、まあ、今私が取り組んでるのはトランスポートのデータとか、結構こうすごいリアルなところに、で、かつプライバシーインフォメーションがすごいこうまとわりついていくものを、本当にどのようにこう2010年代はなんか2000年代2010年代はこうビッグテックがある種囲い込んだわけですよね。そこに対して欧州の GDPR がまず入ってきて、そでこの2020年代にインドがすごい先行する形でディーセントラライズで、みんながオープンにデータをアクセスし、オープンソースベースでデータを共有していこう、API エコノミーを作っていこうというようなところが今起こっている。動く流れちゃってましたけども、最終的にそれはこう極めて開発課題がめちゃくちゃ立ってるインドとかケニアとかルワンダとかだと、すごいストレートフォワードになんでやらないんだっけってなるんで、だから実現できちゃってるんですよね。だから実は日本みたいなしこってるとこ、まあ、だからちゃんとしてるところがあっちゃってる方が、すごくその変化の幅がと速さが違うっていうのを感じるところでありますね。はい、ありがとうございます。ちょっと2点目の論点に移りたいかなと思います。2点目は誰も取り残さないというところですね。そういう概念、精神と、やっぱりビジネスとしてはターゲットを明確に置いて、価値を提供していく、それによってお金をもらってビジネスとして回していくっていうのが、まあ、セオリーだと言われていますけれども、 SDGs の精神とビジネスのセオリー、まあ、そこの相反するものをどういうふうに融合させていくのかっていうところですね。で、まあ、これって3つ目 の、 論点として提示したデジタル DX ですね、デジタル化とか DX のところをやるを導入することでも、もしかすると、今まではリーチできなかった層に、価値を提供していけるっていうことも概念的にはあり得るのかなと思うんですけれども、ちょっとまあその論点2点目3点目ちょっと一緒にしながらですね、深掘っていきたいなと思っていますが、ちょっとここオープンにお伺いしたいと思います。儲かる、さっきここでですね、始まる前に儲からないよねみたいな話をここで盛り上がってきたんですけれども、その儲からない
社会的な価値を提供すること、経済的な価値を作り出していくこと、そこをどう両立していくか、儲からない中でいかにスケールしていくか、ちょっとなんかこのあたりでお考えだったり、まあ、普段こういうこと考えているんですとか、なんかそういうことがあればぜひ共有いただければと思います。すいません、バフッとしてます。3つぐらいあって、はい、まあ、1個はめちゃ簡単に言うと公的なものを入れるかっていうところと、2つ目ビジネスとして成り立たせるかっていうところ、すみません、3つ目忘れました。海外、日本という市場がもう魅力ないんですよ多分。さっき言ってましたけど、山崎さん、それは全く同意です。はい、もう無理なんですよ。インドとかで行くと社会貢献なんて言わないですよ、みんなビジネスとして言ってますよね、投資保険とか。だからやっぱ海外に行って市場を無理やり大きく捉えようという姿勢が大事なんじゃないかなと思ってます。勝手にこっちがなんか社会貢献の社会的価値、経済的価値って勝手になんか言ってるだけで、実際彼らは別にそんな風に分けて考えてない。そう、ビジネス、さっきの安島さんのお話の中でもローカルの経営者多分そんな風に考えてないですよ。そうですね、本当におっしゃる通りで、まあ、社会からソーシャルグッドをしたいって考えてる方ではなくて、本当にこの課題を解決したらもっと人の生活良くなるし便利になるよねっていう、もうちょっとライトなもので気軽に起業されてるなっていう気がしますよ。で、長谷川さん のご質問でまた会はないですけども、先ほど、私たちは子どもたち そのあらゆる発達に関するデータというものをデータのインフラを作っていきたいというふうに考えていたのは、まずデータっていうのを考えた時に、農村部やちょっとこう困っているお子さんのデータってなかなか溜まっていかないというのがあるんですよね。希少疾患であったりとか、でそういうのも含めてどうやったらそのデータダイバーシティって本当に世界中の子どもたちのデータを集めていって、その発達の過程というものを、観察可能な状態にできるプラットフォームできるのかっていうのを考えた時に、ちょっとした困りごとっていうものが、先ほどのケニアの方もそうですけども、これがあったらちょっと便利なのにっていうアプリをちょっと作ってみる。でそうすると本当にわずかなマネタイズなんですけども、マイナスにならない程度のアプリをどんどん開発していくっていうことができると。なので本当に小さな短期的なアプリでもいいし、ちょっとでもいいからマネタイズをする。でそのマネタイズを通して、この後子どもたち その画像であったりとかいろんなバイタルデータを取得することによって、今までなかったような新しい形の、商品っていうのはそこのプラットフォームから生まれていくっていう、その循環モデルを作りたいっていうふうに考えているのが私たちの発想です。はい、なので一個一個のアプリケーションのアプリですごく大きく儲けるようにビジネスモデルを考えるっていうことは私は今は続けています。ありがとうございます。さっき私デジタルの導入によって誰も取り残さない、よりこうリーチできる層があるっていうふうに申し上げましたけど、逆もあるのかなっていうふうに思っていて、単純にデジタル入れたらいいっていうものではなくて、スマホ持ってない層とかですね、まあ、いわゆるデジタルディバイドと呼ばれるような形で助長してしまうようなケースもあるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたり山口さん、いろいろな国でアプリ展開されてデジタルディバイドの絵の向き合い方とかですね、実はそんな課題じゃないんだよとかですね、なんかそのあたりを考えて、よく例えばうちだったら実際にタンザニアでやるときに、じゃあスマホ持ってない人はどうするんですかって言われたんで、それは俺らの仕事じゃないって言います。それは携帯電話会社の仕事なんで、要は俺らが何かじゃなくって、なんていうんですかね、ちょっと例え変ですけど、自然現象に近い状態でなっていく、その分母の上で我々はやっていくものであって、携帯がないこととかデジタルできないことを解決するのは我々の仕事じゃないっていうふうに言っています。我々はそれでも増えつつあるスマホの普及率だとか、そういった上でやるっていうのを明確にして、そこの切り分けはちゃんと言いますね。なるほど、ありがとうございます。まあ、そういった意味でもそういう現地のテレコム会社ともなんか連携をされてはいます。あ、そこまで。まあなかなかね、話はするけど動かないんですよね。なんていうんですかね、これはまあさっき社会課題、長谷川さんから何個か考えてくださいのトップにある途上国の問題は、いわゆるその公務員のなんていうんですかね、レベルの低さですよね。まあ、簡単に言うと銭要求されるんですよ、何やってももうお小遣い欲しいんですよ。で民間企業、
業の場合はそれやったらもうアウトではあるし、まあ、公務員だってアウトなんですけど、その時になんていうんですかね、今例えば前に来たり山脇という謎の会社の男が自分の出世とか自分の給料上がるのにどう影響するかっていうのを明確に示さない限り動かないんですよ。その辺はさっき途上国って大体一緒っていう中のメンタリティの一つはそこだとは思ってます。で、それを否定してしまうと何も動かなくなるので、かつ我々も、まあ、例えばジャイカさんの仕事とかしてる中で、ね、ちゃんとその辺を守らなきゃいけない中でどういうふうなところを取るのかっていう、今私実はケニア教育省ともエチオピア教育省とそれのチキンレースやってますけども、金出せ出すかって言ってどっちが折れるかっていうところまで行きます。どうせ分かりしない、エチオピア教育省は最初なんか200万円ぐらい出したらやらしてるみたいなことを言ってたんですけど、嫌だって言ってたらタブレット12台買ってくれたらやらせてやってもいいって、だいぶ建設的なところまで落ちてきてるんですけど、だからもうちょっと粘るともうちょっといけるかなと思ってますけど、あでもそれぐらいのことしないと戦えないです。さっきも言ったけど、いや ゲリラですから我々は。ありがとうございます。本当にリアルなんだなっていうのを改めて感じますね。まあ、そういったところでもこうスタートアップだとある程度柔軟に動ける、大企業だとやっぱりそういうところは賄賂になるっていうところね、いろいろ株主だったりが、それこそガバナンスです。先ほどおっしゃったガバナンスの観点からの動きにくさみたいなのはあったりするのかなと。なんかコメントありますか？なんかちょっとさっき僕が嫌なやつになってるかなと思って補足してもいいですか？やり方3つあって、NPO チックにちっちゃいビジネスですごい困ってる人を助ける、マーケットがちっちゃい人と、あとはブランディングに使うことですね、パタゴニアみたいな感じで社会貢献とその大企業のつなげるっていうのと、あとは3つ目はそのエポックメイキングなめちゃくちゃこうなんていうかサービスとしていいようなものを世界的な非製品でめちゃくちゃあらに突っ込みまくって世界で勝負するって、この3つかなって思ってますっていうことで、日本が魅力ないとかそうだじゃないですか。なんかめちゃめちゃ綺麗にまとめていただいた感じで、はい、最近コンプライアンスっていうのを覚えました。コンプライアンス、はい、英語覚えたんですよ、はい、39になって、はいはい、ありがとうございます。ちょっと本来の時間は来ているんですけれども、せっかくなんで一つ二つフロアからもぜひ質問していただけるといいかなと思っております。いかがでしょうか？はい、どうぞ。ちょっとマイクをお渡しいたしますので、貴重なお話ありがとうございました。コウと申します。普段ちょっと営業をやっておる観点もあって、こういったお話をお伺いしたいのが、途上国で事業を展開するにあたって、皆様だけではなくて日本以外の国も同じようなことをやってきていて、バッティングすることがあるのかというのが一つで、バッティングした場合になんかこう日本の強みというか、まあ、こうやって差別化ってどういうふうにやっていくのかなっていうのがもしあれば教えていただきたいなと思いました。あんまりバッティングしないですね。なぜならめちゃくちゃニッチなことやってるんで、新生児蘇生の教育ってことで、そのシミュレーション教育ってことであれなのと、あとはですね、日本ですよね。日本で多分結核とあと母子手帳が強かった国なんで、まあ、そういう意味では優秀あるかなと思うんで、まあ、まさにやってる母子手帳とかはそんなにいいのかなというふうに思いますけど、逆に専門家の皆さんどうですか？まあ、質問的に私にはあまりそうな質問ではありましたけど、まあ、バッティングというか、まあ、他のドナーとか他の国とか当然入りますけども、あまりにニーズが巨大なんで別に何て言うんですか、積み分けましょうみたいな話は全然ないですね。まあヘルス分野だけど、あらゆるドナーがもちろん入るわけですけども、そこには巨大なマーケットがあるんで、まあ、私もよく一緒にイベントやったりとか、お互いが持っているリソース同士をマッチングさせたら何ができるかみたいな話は、まあ、例えばドイツ、例えばスペインとかですね、のドナーの人たちもいるんですけども、そういうことがあります。で、まあ、日本の強みみたいなものは別にこの分野においてはそんなに考えない、あんまり考えたことはなくて、日本が強いっていうよりはいい企業様がいるとかいいテクノロジーがあるっていうことかなっていう気はしています。で、まあ、こういうことでもしかしたら皆さんにあれかもしれないですけど、やっぱり一方でこう日本の
日本のスタートアップ皆様とやっている中でこう言語のところでどうしてもサービスがユニバーサルに展開をするとか、それとローカル、まあ、英語化にしてもですね、一つ一つ結構そこは言語を介するサービスの日本企業の日本のマーケットにある程度まずやったものを出していくみたいな時のプロダクトの難しさっていうのは結構いつも感じているところがあったりします。じゃあ現場からの話します。今のはあの天井人の話なんで、あの現場はですねもうバチバチなんですよ。じゃ あのケニアで ある小学校を見に来ました。公立の校長がもうよく来てくれたって言って、まず何見せるかって言ったら校庭をこぎって言って、ここにあるパラボラアンテナって見たら漢字で書いてあるんですよ。これは中国政府が寄贈してくれた衛星のものだって言って、でこっち来てくれって言って行くと、あのそこに東洋人がいるんですよ。で あどうもって言うと、コイカの人なんです。コイカって韓国のジャイカの人で、韓国は今コンピューターでこれやってるって見せて、でなんてで日本は何してくれるんだって言うんですよね。で、まあ、その時はプログラミング教育の言ってうちはこういうことやるんだって言ったけど、もうねとにかくそういうのがあります。例えば今年の夏かな、あのケニアのナイロビにですね、あの新しくオンライン大学ができたんですよ。オープンユニバーシティケニアっていうのができました。あの放送大学みたいなもんです。でそこを見に行こうって行ったんですよね。で行ったら、あのそれあのなんていうかな、シリコンサバンナってケニア言ってるんですけど、あのシリコンじゃないとサバンナしかないんですよ。あの写真をお見せしたけど、本当ビルが1個だけあって、そこが本部でやってるんですけど、でそこ行って打ち合わせしたら、その、まあ、学長候補っていうの副学長かないて話してて、で会ったのが8月の14日後ぐらい、お盆休みで言ってたんですけど、9月から大学始まるって言ったんですよね。で学長と会った時に、あのスタッフは俺しかいないって言ってて、あれですよ、大統領が来て発表してる案件ですよ。2週間後に始まるのに、あの俺しかいないんだ。でキャンパス、一応キャンパスっていうかね、まあ、事務所があってって言ったんですけど、あの俺鍵持ってないから入れないなって、そんな嫌な学長だなって言ったんですけど、で結局その実はそこでは別に何だっけな、ケニアインスティテュート・オブ・テクノロジーっていうのがカイットとか言うんですけどできてて、これは韓国政府が作ってるんだ。でこのそこはあのなんとかコンデポリスって言ってあるんですけど、そこ自体の工事はイタリアがやってて、ドナーはあれどこだっけな、忘れちゃったけど、なんだみたいな。で、あのね、あのオフィスにも入れない副学長がいるそこをが日本でなんとかしてくれないかって言われた時に、それは普通の学校だったらあんまりうちが用事ないんだけど、オンラインだったらできるんで OK、 じゃあただ俺らプログラミング教育の導入とかに来てるから、ちょっといろいろやるわって言って帰ってきたりした。でちょっとこの話で何が言いたいかっていうと、なんかですね、残りカスじゃないんですけど、そういうところで隙間みたいなものがあるんですよ。で我々はそれをあえて、グローバルニッチって言ってますけども、でもそういうものでも集めていくと、非常にしかも一つの技術一つの製品でやっていけばそういったことができるので、でまあ、ケニアの場合特に英語だからやりやすいんですよ、すごく。だからいわゆる韓国はもう そっちやってる、中国はこれやってるんだったら、うちはここやってやろうかっていうようなやり方を現場でやってます。修正します。グローバルニッチってめちゃくちゃいいですね。よく考えたらバチバチにコンペティターいましたわ。すみません、嘘つきました。バッティングしまくってます。だけどバッティングしてもいいように設計したんですよ。つまり HBB とかアメリカあるんですね、ヨーロッパの企画あるんです、NCP と日本があるんですよ、で WH も企画持ってるんですよ。で僕らはその企画に全部対応できるようなシミュレーション教育なんですね。っていうところなんで、日本でまさに作り込みすぎてた、多分ワークしてなかったと思うんで、そこのニッチを見つけたっていうのは、すみません、嘘つきました、山口さん、すみません。結局、よく言われるのが、何が違うんですか、どこが差別化要因かって言われるけど、技術の差別化要因って結局真似られるんで、あまり意味ないですよ。はっきり言って、それよりは例えばうちって私が最初に飛び込んでいくんですよ。もう私は絶対飛行機で荷物預けないんですよね。絶対手荷物だけで世界中行きます。なぜかって言ったら、それによって私の動きが阻害されるのが嫌だからなんです。
だから本当に、まあ、あの世界中一人で行って一人でアポ取って一人で交渉して社長だからその場で決められるんで、このスピード感は中国だって韓国だって俺には勝てない。こういう人をなんか1000人ぐらい作ったら DX できるんじゃないですか。ジャイカでなんか。いや、ないですよ、さすごい興味あったのが、その人としてのスキル素質のところで今後日本を飛び出していくときにどうリスキリングを自分してパワーアップしていきたいなっていうのがあったんで、ちょっとその今みたいな山口さん の, あのスタイルに飛び込む力がやっぱり求められた。私は真似しない方がいいですよ。あの今日ね、できないんじゃないですか。できあの、ね、さっきも言ったんですけど、本当はここに東大卒を送り込む予定だったんです。長谷川さんにも言ったけど、俺みたいな人間じゃなくて、ちゃんと東大卒の理学部出たね、優秀は川端さんって方、東大出て電通行って KDDI 行って、なぜか今うちの取締役やってるんですけど、そういう人を送り込むべきだ、なぜならどう見ても学歴で俺劣るからって言ったんだけど、長谷川さんが、いや意外と山脇さんみたいなのが聞くんですよっていうのを来たんだけど、ぜひ私じゃなくてこちらの方に聞いていただこう。質問は何でしたっけ。山脇さんの話に。要はそのアンラーニング、要はですね、私優秀な人だからこそ学歴高いこそ陥る悩みってまさにこれだと思ってて、私よく言うやりゃいいだけじゃんって言って、うん、でもね、できないですよ。学歴高いといい職歴できちゃうと、うんうん、そうですね、答えにくいな。小島さん東大ですもんね。そう、東大なんです。そうですね、すごい頭でっかちのメンバーが非常に集まっているかなとは思いますが、そうですね、でも山内さんのお話を聞いて面白いなと思ったのは、私たちはまさにもしかしたらそこに陥りがちかもしれないです。結構その子どもたちを対象としたバイタルセンシング技術を作っていくっていう、できればもう本当に世界に真似されない唯一無二の技術、圧倒的なものっていうところに2年間費やしてきたんですね。本当に国から研究開発の補助金をいただきながら数億円をつぎ込んで、もう絶対に他の国には真似できないような技術っていうものを、やっぱりその数万時間、数十万時間ぐらいのデータをつぎ込んで作ってきたと。でそうするとやっぱりそうい う, こう競合 の, 会社さんが各国から現れて、お金を背負ってやってきた時にも、でもこの技術だったら、他にできる会社さんありますかっていうところで勝負できないかなというふうに先行投資型でやってきたんですよね。でももしかしたら失敗するかもしれないですね。考えると、一つだけアドバイスじゃないですけど、自分のやってることを絶対信じた方がいいと思います。なぜかってさっきからずっと会がないって今日3回言われたんですけど、会なんかないんですよ。でも自分のやってることはリアリティという事実じゃないですか。その先にしか未来ないんで、盲信的に自分を信じた方がいいんです。これがでかい会社とか組織にいる人との違いで、自分の運命自分で決められるじゃないですか。でもジャイカにいたって無理じゃないですか。ちょっと 2万ぐらい払った方がいいですか。だからもう信じるしかないんですよ。だって潰れるときは潰れるし、もう、うん、はい、はい、ありがとうございます。ちょっともう時間も差し迫ってまいりましたので、パネルトークは以上とさせていただきたいと思います。今日の話題は本当に正解もないです。皆さん、登壇者の皆さんの今日のご発言だったり熱意をどのように皆さん受け止めてですね、皆さんが感じておられる、皆さんがやりたいこと、皆さんが夢に思っておられること、まあ、その一つの何か考えるきっかけであったり、次のアクションにつながるきっかけになればなと思いますので、はい、本当にありがとうございました。